皆さんこんにちは。まず怖いほど当たるツイン霊鑑定についてご紹介していきます。私だけでなくたくさんのツイン霊を出会わせ復縁まで導いている凄腕占い師が多数在籍する電話占いです。最近は占いも多くありますが、私が紹介する電話占いは業界屈指の厳しい審査を行っており、本当に人気実力ともにある先生しか在籍することができません。でも本格的な占いが初めての方は不安になりますよね。そんな方のために初回キャンペーンとして、私の概要欄にあるリンクから入ると特別20分無料や3000円分無料など多くの特典を用意していただきました。本物のツイン霊と結ばれたい方は、ぜひ信頼できるプロの方に頼ってみてください。今日はツイン霊と聞いて多くの人が気になるテーマ、偽ツイン霊についてお話ししていきたいと思います。私の彼は本当にツイン霊？もしかして偽物？甘い言葉で近づいてくる男性が本当に運命の人かどうか見極めたい。あなたはそんな風に思ったことはありませんか？この動画では偽ツイン霊に騙されやすい女性の特徴と、偽ツイン霊がよく言う嘘について詳しく解説していきます。運命の出会いを求めるすべての女性へ送る必見の内容です。 1. 偽ツイン霊に騙されやすい人に見られる兆候。偽ツイン霊はあなたの弱みにつけ込み、巧みにあなたを騙そうとします。では一体どんな人が偽ツイン霊に騙されやすいのでしょうか？ここでは偽ツイン霊に騙されやすい女性によく見られる兆候を5つご紹介します。甘えさせてくれる人を求める。あなたはこれまで人に甘えることが苦手だったかもしれません。あるいは周囲の人に気を使い我慢することが多かったかもしれません。そのためあなたを甘えさせてくれる人、優しく包み込んでくれる人に強く惹かれる傾向があります。偽ツイン霊はそんなあなたの心理を見抜き、あなたに甘えさせてあげるよ、僕が君を守ってあげるといった甘い言葉をささやきかけるでしょう。愛の言葉に喜びを感じるあなたは、愛情表現を素直に受け取ることが苦手なタイプかもしれません。あるいはこれまで愛の言葉をあまりかけてもらえず、寂しい思いをしてきたかもしれません。そのためあなたに愛の言葉をたくさんかけてくれる人に心を奪われやすいのです。偽ツイン霊はそんなあなたの心理を見抜き、愛してる、君しかいないといった甘い言葉を惜しみなくかけてくるでしょう。求められることを愛されていると感じるあなたは、自分自身の価値に自信が持てないタイプかもしれません。あるいは人に必要とされることで自分の存在価値を確認したいと思っているかもしれません。そのためあなたを強く求めてくれる人に惹かれやすいのです。偽ツイン霊はそんなあなたの心理を見抜き、君が必要だ、君なしでは生きられないといった言葉を使ってあなたを自分の虜にしようとします。我慢の多い恋愛と感じるあなたは、これまで恋愛において我慢することが多かったかもしれません。自分の気持ちを抑えたり、相手の気持ちを優先したりすることで関係を維持してきたかもしれません。そのため本当の愛はもっと自由で楽しいはずと心のどこかで思っているのです。偽ツイン霊はそんなあなたの心理を見抜き、
僕と一緒なら我慢しなくていいよ。ありのままの君を愛してるといった言葉を使ってあなたを誘惑するでしょう。運命の人と出会えるまたは出会えた感覚に陥る。あなたはいつか運命の人と出会いたいと強く願っているかもしれません。あるいはもう運命の人には出会えないのではないかと不安に思っているかもしれません。偽ツインレイはそんなあなたの心理を見抜き、君は僕の運命の人だ。僕たちは赤い糸で結ばれているといった言葉を使ってあなたを信じ込ませようとします。2. 偽ツインレイがよく言う嘘。偽ツインレイはあなたを騙すために様々な嘘をついてきます。ここでは偽ツインレイがよく言う嘘を3つご紹介します。新婚旅行の話をする偽ツインレイは結婚生活に不満を抱えているように見せかけるために新婚旅行は最悪だった。妻とは全然話が合わないといった嘘をつくことがあります。そしてあなたに君と一緒なら素敵な新婚旅行になっただろうな、などと囁き、あなたを誘惑しようとします。自分たちの価値観は合うという偽ツインレイはあなたに僕たちは価値観が合うね。まるで魂がつながっているみたいだ、などと言い寄ってくることがあります。しかし、それはあなたを安心させ、信用させるための嘘です。彼らはあなたのことなど深く理解しようとは思っていません。ただ、あなたを自分の思い通りに操りたいだけなのです。他の女性に興味が持てないと伝えてくる偽ツインレイはあなたに君以外の女性には全く興味がない。君と出会ってから他の女性が色あせて見える、などと、いい、あなたに特別な存在だと感じさせようとします。しかし、それはあなたを独占し、束縛するための嘘です。彼らはあなた以外にも多くの女性に同じような言葉を囁いているのです。偽ツインレイはあなたの弱みにつけ込み、あなたを利用しようとします。甘い言葉や優しい態度に惑わされず、彼の本心を見極めることが大切です。この動画が偽ツインレイに騙されず、本当の愛を見つけるためのヒントになれば幸いです。チャンネル登録&高評価をお願いします。